令和3年第3回江戸川区議会定例会は9月21日から10月28日までの会期38日間で開会しました。この定例会では令和3年度の補正予算案など各議案の審議が行われました。開会に際し斉藤区長より区政運営についての所信表明がありました。はじめに長引くコロナ禍において区民の生活基盤を守るため日夜懸命に力を尽くしていただいている医療従事者をはじめエッセンシャルワーカーの皆様に改めて感謝申し上げます。この夏は過去最大となった新型コロナウイルス感染症の第5波が大きく影響を及ぼし本区でも陽性者数が1日最大350人以上を記録するなど区政においてはその対応が急務でありました。現在全国の傾向と同じく減少に転じましたが緊急事態宣言は三度延長されまだまだ予断を許さない状況にあります。本区では今後も新型コロナウイルス対策の手を緩めることなくより強力に推し進めていくため5つの柱を軸に取り組んでまいります。1つ目は医療体制の充実です。本区では逼迫する保健所業務に最大100名の人員を投入し新たに医師も増員するなど陽性者の健康観察やフォローアップ疫学調査などにあたる体制を強化してきました。またそのサポートとして江戸川区医師会と連携し区内の医療機関に陽性者の健康観察へのご協力をいただくなど今後も区一丸となってこの非常事態に立ち向かってまいります。特にこの第5波においては自宅療養を余儀なくされる陽性者が多く療養体制の拡充が目下の課題でした。そこで入院が必要な方の受け入れ体制を拡大するために区内の病院にご協力をお願いし入院病床を25床増やしていただきました。また江戸川区との区境に位置する江東区の東京城東病院も10月1日より新型コロナウイルス感染症対応の病院として50床を新設する予定であります。先日は院長からご挨拶をいただきましたがこうした動きも入院が必要とされる区民の受け入れ先拡大の追い風になるものと期待をしております。今後も状況に応じて適切な病床が確保できるよう各医療機関と連携して進めてまいります。一方ご自宅で療養する方に対しては電話やオンラインによる健康観察を行っていますが万が一の場合にも体調の急変をいち早く察知できるよう血中酸素濃度を測定するパルスオキシメーターを必要に応じてご自宅にお届けしています。合わせて休日夜間も含めて医療的な相談ができる体制も確保するとともに希望する方には食料をご自宅にお届けし電話などをお持ちでない方や聴覚に障害のある方に対してはタブレット端末をお貸しして連絡手段を確保するなどご自宅で療養する方が孤立することのないよう支援をしています。加えてこの夏からは区医師会や区薬剤師会訪問看護ステーションのご協力のもと症状に応じて電話やオンラインでの診療を可能とし投薬の必要がある方に対してはご自宅へ薬を配送する仕組みも構築いたしました。また症状が比較的重い方については医師と看護師による往診を実施し自宅で診察や治療などを受けられるようにしています。また感染されたご本人だけでなくその同居者であるお子さんや介護が必要な高齢者、障害者などについても取り残されてしまうことのないよう受け入れ体制を整えています。例えば保護者が感染したことで濃厚接触者となってしまったお子さんの居場所を確保するため児童相談所の一時保護所にサテライトを設けそこで受け入れを行っています。保育士などが24時間体制で見守ることにより
保護者にも安心して療養に専念していただくことができるようにしています。なお、このように児童相談所の機能を機動的に活用することはまさに本区の念願であった区立の児童相談所を設置した狙いの一つでもあります。今後も子どもの健やかな成長をサポートするべく努めてまいります。二つ目はワクチン接種の促進です。現在本区では区医師会のご尽力により65歳以上の方のうちすでに約9割の方の接種が完了しています。こうした中、今重要なのが65歳未満の方に対するワクチン接種です。本区としては12歳以上の9割の方に対して11月前半までに接種を終えることができるよう体制を整えました。これまでも国からのワクチン供給量を見極めながらそれを最大限活用できるよう予約枠を用意し、妊婦も含めた重症化リスクの高い方向けの優先枠や年代に応じた予約スケジュールを設定するなど工夫を重ねてまいりました。また様々な事情で2回目の接種を受けたくても受けられなくなってしまった方や12歳から29歳までの方を対象とする専用枠も設けました。今後5カ所の集団接種会場と個別の医療機関で接種を進めていきますが、集団接種会場の接種時間はお勤めの方や学生、生徒でも接種しやすいよう夜間延長をいたしました。さらに今年度に受験を控えている方や障害や認知症などにより接種に配慮を要する方とその同伴者を対象とする専用枠も設けたところです。本区は今後も希望するすべての方へのワクチン接種が一日でも早く完了するよう区医師会と協議しながら臨機応変に対応してまいります。3つ目は検査体制の充実です。本区では国や都と連携しながら無症状の方を対象としたモニタリングのための PCR 検査を区内すべての駅前や大学、専門学校などにおいて実施をしてきました。また重症化しやすい方々のクラスターを発生させないために高齢者、障害者施設の職員に対する区独自の PCR 検査を実施するとともに区保健所での検査能力も倍増させるなど感染の早期発見のための体制を拡充しています。今後はさらに行政検査とは別に希望者に対する自己負担での PCR 検査を区保健所で実施することも検討していきます。引き続き適時適切に検査体制を構築しその実行に移してまいります。4つ目は感染防止対策の呼びかけです。区内でも広がりを見せているデルタ株は従来株に比べて感染力が強く、これまでと同様もしくはそれ以上の感染防止対策の徹底が必要です。区民の皆様にはご自身と周りの大切な人を守るためこまめな手洗い、手指の消毒、適切なマスクの着用、室内の換気、また屋外であっても密を避けた行動などさらなる対策の徹底を広報誌や SNS、動画、地域の掲示板や防災行政無線などあらゆる手段を駆使して呼びかけてまいります。5つ目は区民生活の支援および区内経済の活性化です。現在新型コロナウイルスの影響により生活が困窮している方を支えるべく社会福祉協議会においては緊急小口資金などの貸し付けを、そして区においては住居確保給付金や自立支援金の給付を行っています。ただその影響が長期化しているためいずれも申請期限を延長し生活支援を強化しているところです。また本区は食住近接の町であり区内に住み区内で働く方が多くいらっしゃいます。区内事業者の皆様への支援はすなわち区民生活の支援に直結します。コロナ禍の影響で苦境に立たされている事業者の皆様に向けては国と区の支援制度をお知らせするとともに資金繰りの支援や固定費相当分の支援のため区独自の融資制度を設け、
感染状況に応じて受付期間の延長や融資限度額の引き上げ、据え置き期間の延長などを行ってまいりました。8月末時点で5700以上の事業者にご利用いただいており、その数は全体の約4割に上っています。また10月に実施される区内約1000店舗で 10% お得に買い物ができる区内共通商品券祭りの開催支援と合わせて、12月に実施予定のキャッシュレス決済ポイント還元キャンペーンの支援など、町ににぎわいをもたらすための施策展開を今後も継続して行ってまいります。ここまで5つの柱を軸とした取り組みについてご説明してまいりましたが、これらに共通するのは区民の皆様の安全安心を確保したいという本区の強い思いです。今後もお一人お一人に寄り添いながら確実に新型コロナウイルス対策を推し進めてまいります。一方、こうした喫緊の課題に加えて、この時期特に警戒が必要なのは台風や長雨、集中豪雨などによる大規模水害です。本区は陸域の7割がゼロメートル地帯であり、区民70万人のうち実に50万人以上が大きく浸水の被害を受ける恐れがあります。2年前の台風19号での避難勧告は皆さんの記憶に新しいところかと思いますが、超大型台風の上陸が予想される場合などにおいては、事前に区外の安全な場所に避難していただくことも重要な選択肢の一つとなります。本区では友好都市をはじめとした広域避難場所の確保に努めるとともに、江東5区による避難情報発令時において広域避難のためにホテルや旅館などの宿泊施設を利用した方に対する補助制度も設けています。災害時はお一人お一人の自発的な行動が生命財産を守る最善の道です。本区は今後も区民の皆様がいざという時に躊躇なく行動を起こすことができるよう、それを支援するための仕組みや環境を整えてまいります。皆様には危険を感じたらぜひ即時行動に移し、ご自身の命を守っていただきたいとお願いするところです。さて、本定例会にお分かりしております令和2年度の一般会計決算につきましては、新型コロナウイルス感染症対策のための経費の増加などにより対前年度比 30% 以上の増となりました。一方で歳入の多くを占める財政調整交付金は法人住民税の一部国税化の影響も大きく受け、好調な景気を背景に過去最高だった令和元年度から75億円減少して928億円となっています。財政の健全さを図る指標の一つである経常収支比率は 77.9% と健全な数値であるものの、コロナ禍が本区の財政状況に深刻な影響を及ぼすのはこれからであると見られます。今後はコロナ禍からの経済再生と日常生活の回復に向けた歩みが日本全体の重要な命題となります。本区も国や都と歩調を合わせながら引き続き堅実な財政運営に努め、メリハリの効いた施策展開を行ってまいります。最後に、昨年と今年2回行った区民の皆様の困りごと調査の結果をご紹介します。これは地域における共生社会の拠点となる和みの家において行ったもので、電話や郵送、インターネットを通じて1万3000件以上の回答をいただきました。調査を通して見えてきたのは、長引くコロナ禍の中で区民の皆様の人と人とのつながりが薄れているという実態でした。しかし一方では、長男家族と週1回 LINE をするのが楽しいという声や、会えなくても電話での心の交流ができたり、お互い相手を思いやる気持ちができたという声など、大変な状況だからこそ改めて人とのつながりや人を思いやる気持ちの大切さを実感しているというご意見もたくさんいただきました。不安やストレスの多い状況が続きますが、このような時だからこそ思いやりの心を大切にし、
区民の皆様、議員の皆様とともにこの難局を乗り越えていきたいと思います。またご覧の各議員から区政をめぐる諸問題について代表および一般質問がありました。なお、今回開かれました令和3年第3回江戸川区議会定例会の詳しい内容につきましては、区議会だより第244号をご覧ください。